ンさんね。はい、お待たせです。マイカウです。マイヘルト。はい、もう千葉ラーメンはもうね、正直言ってもう用意した秘密のタレにあのお湯をかけるだけやから、あの他のラーメンってみんなやっぱスープをよく仕込んだりタレ仕込んだりとかして大変じゃないですか。ラーメンはもう高いですよ。大阪から来てるから大阪、まあ岡山ね、ラーメンのあのファンが多いからで岡山に来て、で岡山も20年ですもんね。あ、20年なんです。新玉大きいですね、あの甘くて、美味しい。本当はタレもそうやけど入ってるチャーシュー言うたら玉ねぎとかね、全部それぞれの役割がある。ちょっとやないだいぶ大きい。これ淡路産のね、いい玉ねぎ使ってるからね、若いけど厚まで、どうせ取れるから、これ取れる ところまでもう美味しいのを使おうかな思ってるから、それ以外だな、もうあと北海道のね、秋は北海道のね、あの大きいやつ、2ケース、1ケースください。
これ昔ってさ、あの今千葉の方でね、これ一つ一つ細かく 手刻みやけど、私らもこのいい機械できてるから、ほんま手刻むよりこの方が早いし甘みが出る。足らないんです。足らない。だからこれね、朝ね、あのこういうのは水分が出るから、できるだけあの仕込んで、あのなるべく次のやで見えたら風味とかあるから、なるべくそんなにね、あのたくさんあの しないようにしてるから、うん、辛いですけど、チャーシュー丼に落としていくからね、これうまいよ。いい匂いしますね。これね、うまいですよ。あのちょっと塩辛いですけど、まあご飯と相性が合うんで。チャーシュー丼結構出るから、もうね、昨日一日切るだけでも、ご飯20合近く出たからね。もう炊いて終わった、1つは2つじゃあるから、炊いたまだ炊かんとあかんし、こうチャーシューの厚みもあるからね。うん、でもこれ今固く見えるけど、これトロトロですよ。これね、今はとりあえず。
サンマさんね、サンマさん、あ、ごめんなさいね、はい、すいません、マイカーでよろしいですか。はい、どうぞ、セットお待ちください。ありがとうございました。忙しくてもずっと2人でやってた。うん、
まあ平日はそんなにこなせないほどはないけど、まあまあもうね慣れてる。もうね他の店オープン時からも2人でこなせるのに慣れてるから、めっちゃ忙しくなった時にまだ息子とか手伝ったりするけど、ちょっと待って。
なみに1つ、はい、トロトロチャーシュー1つ、チャーシュー丼この3つね。あとは6番さんね。あとは最初の。ライス一つお願い。
これ小盛りね。はい。あとライスね。はい。一番さんですね。
大丈夫ですか、はい、多分こっちの方はもともとニンニクとかあるし、あ、これも大統領専用で、はい、これはおばあさん持ってきます。してください。千葉。千葉。食べたいので、これとチャーシュー丼。私チャーシュー丼。チャーシュー丼。あ、セットか。うん。あと餃子。これ餃子にしようかな。セットからいただきます。これだ。いいよ。食べちゃう。あ、はいはいはい。見えますか？見えますか？ OK です。はい。竹岡市、ね、はい。はい、お願いします。はい。リエちゃん、千葉じゃないですか。そうなのよ。地元の味。地元の。その、なんですかね、この、うん、千葉のラーメンってどんな感じなんですかね、簡単に。私のイメージはね、まずこのスープの色でね。あ、本当だ。濃いのよ。めちゃくちゃ濃いな。そう。だから食べてみて。黒いよね。そう。これがポイント？そう、だからこの写真見たときに千葉の関東のラーメンかなと思ったよ。スープが濃いからね。関東って濃いのよ。なんか黒いイメージがあるよ。そう。なんだかいろいろと。でも実はあの飲んだらびっくりな感じです。はい、ありがとう、えちゃん。どうぞ。卵は温泉です。そうそう、食べ方をちょっと紹介してもらっていいですか。食べ方あるんですか。食べ方ですね。そう、食べ方、まず先にスープを飲んでいただいて、そうスープで、ね、目をすすってから、で、まあ、あの味、まあ、本来の千葉の、あの醤油は塩辛いものですから、そう、ちょっと物欲しいなと思ったら、温泉卵を割っていって入れていただいて、で、卵、黄身はできるだけ生に近い状態にしてるから、潰してもらって、で、スープと一緒にもう一回飲み直したらまろやかになりますから、ね、もうこれは岡山バージョンです。いや、だからね、本当に岡山の人に合わせてるよね。そうです、そうです、もうね、やっぱり千葉の方の、あの味覚と岡山とはちょっと違いますから、やっぱ、ね、はい、ね、一味、一味です。一味言うたら、はい、これが甘くて香りがいい。美味しいんです。そんなに辛くない。そうそう、ちょうどスープに入れていただいたら相性がいいんですよ。うん。いいね、シャキシャキで。いいでしょう。うん、ね、この食感がいいですね。いい食感、いい、うん。これはね、あの淡路島のね、新玉やから、はい、うん、すごい。もういいのを使ってます。美味しい。そうなんですよ。あの最初にスープ飲むっていうのはやっぱり口流し。そうです、一回まずね、元味はね、あのどんな味か飲んでほしいです ね、 そうね、はい、それが玉ねぎね、そうそう、最初からね、ダチャが入れたらもうほんまにラーメン2じゃないから。お、豆乳、あら、あ、ね、いい感じできてるわ。あ、すごい、ね、生でしょ、生ね、すごい。混ぜたスープいただきます。まろやか、うん、もう写真を撮るのに、うん、もう写真用意、写真用意、ね、ありがとうございます。多分玉ねぎ入れたら多分スープの温度がちょっと下がるかもしれないけどね。あ、わかりました、はい、じゃあこれからあのできるだけあの嫁をあれあの表に出すようにしてるから、若い人に任せていかんとね、これから。最初のお湯とこっちのお湯と
塩辛いぐらい乗せてるかな。これはもうね、あのうまいですよ。みんな塩辛い言うけど、これはあの私の故郷の千葉のラーメン、本当にね、この写真見た時に、あ、これ関東のラーメンだなってすぐ分かりました。でもね、あの岡山の人にも合うようにちゃんとね、ここのあのだけちゃん夫婦が愛情たっぷり入れてるので、ぜひご賞味くださいませ。竹岡式っても初めて聞いて、すごい濃いかなって思ったんだけど、意外とあっさりしてて、でこの玉ねぎがまだね、あのシャキシャキ感があって、これ入れたらなんかね、どちらかというと甘くなるんじゃないかなみたいな、飲んだ後の締めにいいんじゃないかなと思う。というわけで今日はね、岡山っていうのは珍しい、これは千葉のスタイルのラーメン食べたんですけども、実際ね、結構ね、色がもうさっきと全く同じコメントになってるんですけども、濃そうな感じするんですけども、実際ね、岡山の人の口に合わせたこの千葉スタイルのラーメン、美味しかったです。これ多分ね、見るより実際自分の舌でね、感じてもらう方がいいのかなと思います。ぜひ行ってみてください。そうですね、やっぱり千葉県でこの味を出会って、味に出会って、やっぱりすごく好きやな、自分に合うんだなと思って、まあそれを岡山の方々にやっぱりしっかり食べていただきたい。またね、これをね、岡山で広げたいなと思ってます。まだよろしくお願いします。待ってます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。